皆さんどうもおはようございます。窪塚さぬきと申します。よろしくお願いします。ということでね、今日もやっていきますよ。今日はね、ちょっとシュウさん使いたいなって、一回使ったんだけど、なんとね、なんともう一回使いたいということで、なんで使うのかと言いますと、ちょっとね、5分攻略戦を俺は探してるから。どこですかね。ありました？なんか一周しましたよね、今。さらっと一周したってことは、確実に見逃してるってことですよね。5分ですね。5分は5分やると。そんなことは分かってる。ということで、なんでシュウさんがと申しますと、前回は確か、炎属性がね、得意なんで、使ってらっしゃいましたということで使ったんですけど、なんと雷も得意属性なんですね、この人。これは3がエディよね。なんか2ダセーな。ダサいの言っとく？せっかくだしね、ダサダサで行くのも、悪ねえかなって。こいつ勝ったのか。まあ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 。まあまあか。武装も強い。玄武もついて、でも16か。16だとあんま意味ないっすよね。これはね、これはちょっとあんまりなんですよね。排水つけちゃって、まあそんなに難易度高いわけじゃないんで。真空、スザクもまああったらいいかな。今鼻中かいたら血が出てきたんだよな血が出てきちゃったよ。話ビンビン丸です。窪塚と申します。ということで、こうなんか太子寺を確か倒したら仲間にしてくださいっつって元気元気飲んだんしてくるから、まあ、速攻でこいつをしばき上げるという、その作戦もありなのか。あんま色差がないんだね、スリーって。最初は達人でも徐々に開いていく感じか。そういう感じなのかな。まあいい、みんな最初、スタートラインは一緒っていうのは大事よ。これ大事。極和っていうのこれ。極和言いにくいね。俺たちの城、俺たちの手で取り戻す。なんかダセえな、こっち。この、このシューさんマジダサ。ここから先は行かせるものか。まず、なんだって？そんなことしてきたっけ？とんでもないな、こいつは橋壊すとか、お前、インフラどうするつもり？あれ？こっちから行けんのか？あ、こっちから行けねえのか。ディクソンさんは、なんでそっち行ったの？橋壊れましたよ、そこ。見てないのかな、メール。メール見てないタイプ？翔英って誰？なんて読むんだよ、こいつ。馬。なんて読むの、あれ。あれがもう守ってんのか。シュウさん、チャージ音が強いの。お、橋か。押さえきれんか。ここは一旦引くぞ。入ったらなんか、はめられるんだっけ。はめぽよされるんだっけ、これ。敵が退却を終えるまで、手を出せよ。はい。いや、待ってくれ。しょうがねえか。この現状の敵を。割って入れるんだね、やっぱ。普通に割って入れますよ。ちょっとあれだね。何が？誰？てめえが！無駄の多い動きだな。退却に必死で紛れたワルが見落としたな。よし、もう開け。味方を引き入れろ。まあ、そんなことできたのか。すげえな、じゃあ。MI6 でいけるぞ。ガキが、光りおったな。はばかっちゃった。優勝は捨てる。なあ、引き際がいいじゃん。え、消えたの？え、これ倒せないじゃん。倒したいのに、俺。あやめたいの、人。あ、こいつ逃げてね。これ属性ビンビンマンマジ強い。この難易度帯だとマジ排水もゴリゴリに乗って強いな。弓がうざ、糸うざすなんだけど。ああ、やめて。でも何が強いんだよ、割って入られても浮いちゃうな、チャージは。
気に入らんな。ここじゃねえし、この櫓じゃないで。いや、無視しよう。また下がっとんのかよ。太子寺を、早めに太子寺倒して味方にしよう。お、おめえ道間違えたことやっと気づいたから、あっち橋壊れてましたよ。こっち開いてんの？あ、開いてんじゃん。まあ、太子寺はね、無双武将なんで、なかなか強えと。まあ、無双をしっかり使って、ゲージを短いんで上げてないから、これでビンビン丸していこうかなって。そういうプランニング。待って、なんか、ゲージが出てなかった。いいですね。やっぱザクいから。やっちゃっていいっすか、これ。勝負願おう。いいんすか？あの、僕、連射器持ってますよ。しかも、雷なんで、3ではめられますか。来るがいい。かっこいいじゃん。いいんですか、やっちゃって。いいんですか、これ。拾っちゃいますよ。いいんですか。強し、クボズが。これができちゃうんだよね、雷は。相手にならねえ。いや、お前どうした。太子寺、お腹痛いのか。我らと共に新しい世を作ろう。作ろうぜ。新世界、神になろう。新しい世。うん、すまない、少し時間をくれぬか。こいつは男気があるんでね。よし、気持ちのいい戦いができてあげよう。まあ、あとはゴミしかいないっしょ。ちょっと開けて。なんだこいつら。援軍とは。まあ、ここで俺がまとめて相手して、お前らさ、お前、最初に俺が倒したら、機嫌よ、後ろから来やがって。弦8個。弦100個。玄玄。玄八個。玄八個。名前が難しいね。あ、待って。なんで仕上がるの？すごすぎない？ちょっと。3連勝だぞ、今。やめて、ちょっと。これ、チャージロックだね、なんか。チャージロックと、僕の相性がいいみたいなのはちょっと見たことあるんだよ。はい、どこにあるのドラ。あ、そこにあるの。ドラ使ってあげましょうってこと。よし、回復は。やっぱダメージが減っちゃうね。ダメージが食らっちゃうね、これ。やめちんこ。一人いらっしゃいますよ。お前、逃げられると思ってんのか。かわいそうにこいつ。戦う意思はもうなかったのに。残念。関係ないんです。あんま出すぎやねん、お前。ワンテンポ遅いね、情報が。もう肉をたんまり食ってんの。最高。今の面白かったな。さすがだ。戦いについてこれてない声のトーンだった。ヤムチャなのかもしれないやつ。なんでこの木材は。ちょっと危ないぞ、こんなとこ置いといたら。勝たしておかないと。よし、こいつをぶっ飛ばしてドラで開けよう。超強いな、マジで。だから属性の気持ちよさはこの3が一番ある。俺が今までやった三国無双シリーズだと。ちょっと気持ちいいや。バカだろこいつ。こんな誰でも叩けるとこだよ、お前。だからバカなんだな、耐久があんまり高くないのかな。おバカでいらっしゃる。かかられたか。かかるほどのことでもないけど、かわいいね、なんかこの辺が。ついていけないよ、現代の戦いに。
打ち取ったり。いいっすね、アイテムがいっぱい。よし、おいいっすね、全部に属性のような無双力でもやっぱチャージ2とか属性乗んないからな。ああ、あとは竜陽だけだぜ。こっちから行ったらいいの。これ士気どうなってるの、こんだけやり合って。ああ、2ぐらい上がってるのか。こいつビビって逃げたやつか、最初に竜をしばけばいいんでしょ。勝利さんちょっとやっちゃいたいな。あ、そこにいるんだ。ちょっと倒しとこう。かわいそうだしね、一人で。みんなのとこに連れてってあげようよ。優しさ、なんか優しさ、最近丸くなったな、俺も。昔はさ、ちょっととんがったかもしれない。今優しくなっちゃった。こうやって、一人ぼっちでかわいそうだから、みんなのとこに連れてってあげようっていう。いやー、人って変わるんだね。昔じゃありえなかったよ。さ、行きましょうか。これ隠れてるつもりなんだろうけど、丸見えなんだよね。全部 GPS でバレてっから。なんか後ろから来たぞ。やめ、やめんか。これあれか、雷だと。敵の増援。雷だと空中ヒットになるのか。違うな。チャージ音が。手綱持ってないっすよ。黄金の昇華王よ。惜しく言ってたのかな。俺の命、新しい世のために使ってくれ。かっこいいね、声もいいし。そう、なるほどね、チャージ音が浮いちゃうから、雷の場合はちょっとまあ威力は下がっちゃうと。でも強いんだけどな。お見事です。チャージ後でループできるしね。チャージ後でも雷いいんだよな。その場でクルクルダウンだから。さっきの太子児の一騎打ちみたいに、うまくいったらはめられちゃうんだよ。ただこの、一騎打ちだとまあしやすいけど、フィールドだと雑魚がいるんで、雑魚にロック拾われちゃうとね、うまくいかないんで、まあなかなか難しいところではあるんだけど。ザゴがいるということは、属性がビンビンに乗って、フィールドに。巻き込んでくれるから、それはそれで、戦いやすいってことではある。いや、かなり最強だな。俺も、雷になろうかな。お前ビビってたろ。かわいい。痛いね、ちょっと。飛ばないね。ちょ、あさっての方に行かないで。だからもう、周囲の、ちょっと使ってて思ったのは、これチャージラッシュが、一回も押さないでこの回数なんだよね。もうちょい短くしてほしいよね。で、3回とかじゃん。ちょっと3の使い勝手あんまりぐらいな。と思っちゃう。今日この頃。ちょっと濃くない？ちょっと三国無双プレイヤーっぽい目線持ってる。属性を早く乗せたいから。違うのかな、これやっぱ。普通に押して、三角押して、やった方がいいのかな。どうなんだろう。無双ロッシュとかだとね、もう属性が強すぎて、基本追加入力しない方がいいみたいな感じ。どうなんだろうな、そこら辺も。うめえ。火力がパシッや。排水つけてるとやっぱ相手の火力がでかすぎる。間違えた。ちょっと出しちゃった。出し切ったらダメなんだよ。このゲーム、もう3は特に出し切ったらまずいよ。いや、強え。空中ヒットでもやっぱ威力が出るようになってるしね。2よりインフルして。マジ強えわ。マジで3はさ、キャラの優劣つけにくいよね。大体強いし、大体安定して強いし、ほんとつけにくい。どうしようね。どうすりゃいいんだろうね。3もね、ちゃんとキャラランク作りたいんだよな。収めたい、キャラランク。はい。ありがとうございました。さよなら。